皆さんこんにちは、しゅんです。普段このチャンネルではアニメの話であったりポケモンの話であったりゲームの話を、概ねしてるんですけれども、ごめんなさい、今日は野球です。僕はソフトバンクホークスという球団を2011年から追い続けています。なので2010年代のホークスに関してはまあ結構詳しいんじゃないかと思うんです。僕のように長い間このチームを追い続けてきて今のホークスの選手現状を見た人はこう思うのではないでしょうか。なんか今のホークスレギュラー少なくね？どうしてホークスはこんな風になってしまったのか。いや、今のホークスは世代交代の途中なんだからこうなってて当然でしょうという風にさっと流してしまう人もいる中、僕は違うと主張します。というのもホークスは今まで世代交代のチャンスが何度も何度もあったのにもかかわらず若手がそのチャンスを手放し続けてきたからだと僕は思うんです。僕はこの現象のことを3年の呪いと名付けました。一体3年の呪いとはどういうものなのか説明したいと思いますので、よければ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。3年の呪いとはレギュラーになりきれないホークスの若手に共通して起こる現象のことです。2シーズンはレギュラーとして成績を残すものの3年目以降に活躍が続かずレギュラーに定着ができないということですね。この現象の代表格といえばそう上林誠二選手です。上林選手は2017年シーズンにホークスのライトとしてレギュラーに定着しました。続く2018年も順調に成績を伸ばしていき、これはもう向こう10年レギュラー安泰かなと思われたのですが、2019年成績急降下、出場試合数打席数ともにその年から年々減っていき、ライトのレギュラーを栗原選手に明け渡してしまう形になりましたよね。もう一人選手を見ていきましょう。牧原大成選手です。牧原選手は2018シーズンの夏頃からセカンドのレギュラーに定着しましたよね。2019年シーズンも怪我がありながらも主にセカンドを守って、長年ホークスで埋まらなかった本田雄一の穴を埋めてくれる選手になるんじゃないかとみんなが思った矢先、2020年シーズン不調と怪我の影響でスタメン出場の機会が減っていき、今ではレギュラーというよりはユーティリティープレイヤーに近い立ち位置になってしまいましたよね。他にも一軍定着1年目にはダイソーとして活躍し、2年目には盗塁王も取った周東右京選手であったり、あとは野手と先発投手を同列に語ってはいけないというのは僕も承知なのですが、武田翔太選手であったり、ホークスでは3年連続で結果を出している若手選手が近年いないんです。逆を言えばこの3年の呪いを打ち破った選手はその後長いスパンで1軍で活躍しています。代表例を言うと柳田悠岐選手であったり甲斐拓也捕手ですよね。今宮健太選手であったり中村晃選手であったり、今はレギュラーとは言えない選手たちですが、優先してスタメンに出場できているのは過去に3年以上レギュラーを務めた経験があるからだと思うんです。ということでこの3年の呪いいかがでしたでしょうか。
僕個人的にはものすごく信憑性は高いと思ってるんですけれども、まあ例外は多分存在すると思うんですよ。僕が目をつけていないだけであって、何事にも例外は存在しますが、基本的に僕はこの説正しいと考えて今後も推していきたいと思います。もしこの呪いの存在が正しいのであれば、栗原選手は今シーズンが一番の正念場ですね。三森軍師もあともう2年、長い長い2シーズンだし、競争もめちゃくちゃ激しいポジションですが、踏ん張ってもらわないとレギュラーにはなれないということですよね。ということで今回の僕の動画は以上です。また今後野球の動画、ホークスの動画出ると思いますが、他のね、僕の本業であるゲームであったりアニメであったり、そういったものと比べたら、だいぶ間隔が大きくなってしまいますので、まあその辺のご了承よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。グッバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録のご考慮よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。